今慌て中慌てて、はい、<laughs> では、15時半からで、えー、アジャイルなキャリア設計、なりたい自分をイメージしてみようということで、えー、っと今井さん。はい。じゃあ、今井さん、プレゼンテーションお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。では、本日はあのご紹介いただきました通り、アジャイルなキャリア設計についてお話ししていきたいと思います。では、まずは、はい、目次でございます。 はじ、まあ、めにちょっとこの、今回のお話をする上での前提のお話をさせていただいたり、あと自己紹介ですね。ちょっとさせていただいて、あと私の反省を少しあの追いながら、どんなキャリアを築いてきたのかっていうお話をさせていただきます。で最後に、まあ、まとめとして、あの、こういう人生で、こういう、ままあ、やり方をしてきましたよっていうようなまとめをお話しさせていただければなと思っております。はい。ではまずはじめに行きたいと思います。 はい、私、今井恵子というんですけれども、海外では池子って呼ばれてまして、今日もあの名札イケコであの作ってますが、あのまあ、いろんなところで池子って名前で活動をしていますので、あの皆さん覚えて帰ってください。はい でえっと、所属は今 l、l i n e ヤフーという LINE とヤフーがくっついた会社におりまして、今、オンライン診療サービスの l i n e ドクターという、そのビデオ通話で、LINE のビデオ通話で、お医者さんとお友達になって、ビデオ通話上で診療を受けられて、お薬が家まで届くというサービスをやっておりますので、皆さんあの、これから花粉症の時期でお外に出るのもつらい時期かなと思いますので、あのぜひあの、ちょっと検索して使ってみてください。ちなみに今日はあの資料の色も、服の色も緑で合わせておりますが、これは愛車精神によるものでございます。 はい、続きまして、ですね、えっとまあ、今の現職、あの5年やっているんですけれども、あのまあ、今、ヘルスケア業界にいますけど、その前は金融で LINE、うん、ンバンクとか LINE クレジットとか、金融系の商品を開発しておりました。でその前はリクルートにいて、エアレジとかですね、ゼクシーとか作ったりしておりました。でそのの前はオレンジ色の 最近あのキスバイが使ってるっていうのでちょっとバズったミクシーっていう会社におりましてでその頃はもともとデザイナーとしてキャリアをスタートしてデザイナーからこう PM になって PO になってみたいなキャリアを歩んできております、まあ、なのでこうスキルというか得意技みたいなところでいうと UX デザインだったりとかリサーチみたいなこうデザイナー基のスキルとかあとはあスクラムも10年ぐらいもやっておりますのでスクラム開発みたいなところもあの得意としております で最後、そのほかなんですけど、今、あの次の今年の4月からあの小学校に入学する6歳の双子、男女双子を育児中でございます。い、えっとまあ、まだにツイッター e r って言っちゃうんですけど、X をやっておりまして、あのこちらで検索していただければ、今日のこともたくさんつぶやいております。はい以上が自己紹介でございます。でえー、っとちょっと難しいシートなんですけれども、まあ、さらっと。あの この理論について、あの計画的偶発性理論っていうものについて触れていきたいと思います。なんか私、あんまりキャリアについて深く設計せずにここまで来たんですけれど、まあ、振り返ってみると、このキャリア、結構私の考え方にマッチしているなと気づいて、あのちょっとぜひご紹介させていただきたいなと思っています。 この理論は、えー、と心理学者の方、クランボルツ教授っていう、まあ、偉い方によって発表されたキャリア理論なんですけれども、まあ、それまでの、今までのキャリアプランっていうのは、こうなんか目標を決めて、こうなんだろうな、いい会社に入ろうとか、お医者さんになろうとか、弁護士になろうみたいな、目標を決めて計画を立ててこう、キャリアを積み重ねていくみたいな、なんかそういうあのプランだったんですけれども、まあ、今やっぱり IT 企業で変化も激しいし、スピードも速いみたいな時代において、 う将来の社会の状況とか会社の状況、うちもあのこの間、突然統合するって言われて、あそうなんだみたいな、ずっと緑色の会社で働くと思ってたら、赤と緑になっちゃって、クリスマスっぽい感じになっちゃったんですけど、みたいな感じで、もう全く自分の意思ではコントロール不可能な時代になっております。まあ、なので、あえてこう、明確にはゴールを作らない、えー、定めずに、今、今どうしたいか、今に焦点を当てて、キャリアを設計していくというのが、この計画的偶発性理論っていうものでございます。 今回はこの理論について詳しく説明するセッションではないので、まあ、簡単に骨子のところだけ3つ押さえておきたいなと思います。1つ目は、えー、と予期せぬ出来事がキャリアをこう左右するのであると。だから突然、まあ、会社合併したり潰れたり、いろいろあります。で2つ目が、偶然の出来事が起きた時に、あに、行動や努力で新しいキャリアにつなげる。だからそれをぼーっと受け取るとか、その被害者みたいな感じで。 まあ悲しむのではなくて、まあ、自分で何かしら行動してあの次のキャリアを勝ち取るといったところが2つ目の骨子ですで。3つ目がその何か起きるっていうのをただこう期待して待つ白馬の王子様は待つのではなく自分で意図的に王子様を探しに行くと意図的に行動するというのが、えっと、あ行動することでチャンスが増えるというのが3つ目の骨子でございます。なのでまあこれをめちゃくちゃざっくりと要約すると、まあ、人生何が起こるか分かりません。 なので、あの計画を立てたって無駄であると。綿密に計画したってどうせそのとこにはいかないし、何が起こるかもわからないので、あの無駄ですと。で、じゃあどうするかっていうと、まあ、今どうしたいか、どっちの方向に行きたいのか、というのを自分の中でクリアに明確にした上で、えー、とそれを軸に行動につなげていく。この2つはあの、まあ、さっきの理論をめちゃくちゃざっくり予約すると、こういうことかなと私があの解釈をしました。そして、 さらにあの今の理論をあの自分の人生に当てはめた時に。 こんな感じで私の人生ってこう転がってきたなみたいなものをちょっと図式化してみたんですけれども、これ私あの今回アジャイルなキャリア設計って形で呼ばせていただいているんですが、まずはこの左側のように、ありがちなあのキャリア設計として、まずは大手企業に新卒で入社したいとか、一通り仕事を覚えたら、20代のうちには転職1回ぐらいしといた方がいいかなとか、あとは30代ぐらいで結婚して家庭を持ってまあ子供1人か2人産んどこうかなとか、 40代で管理職に上がって、あの子育てと両立するために、ちょっと現場の仕事から離れようかなとか、誰しも一回はこう想像したことあるんじゃないかなと思いますと。私も昔一回考えたことがあるんですけど、なんかこれ全然楽しくないですね。これを本当にやりたいのか、これになるためにどういうステップを上がっていけばいいのかっていうのも、まあ、なんか勉強したり、本読んだり。 なんか全然ワクワクしないというか、それ自分の今本当にやりたいことかな、もっとなんか他に楽しいことをやりたいことあるんで、なんか全くあの思っているだけで、特にこれを実現しようという行動にはあまり結びつきませんでした。で逆にあの右側のアジャイルなキャリア設計の方なんですけれども、もうこれはあの何を目指そうとかそういうものではなくて、あの人みたいになりたいなとか、今すごい楽しいから、この仕事を一生やってたいなとか。 あとはあのもう苦手なことはやりたくないと得意,得意なことだけやってこうハッピーに暮らしたいなだったりとかあとは逆にこれは苦手だしあの自分の課題だと思っているからこれを乗り越えてもう一段階こう素晴らしい人間になりたいだったりとかこう今この瞬間思っている感情を大事にあのキャリアを設計していくというのが私が考えているアジャイルなキャリア設計でございますなでまとめると、まあ、左側のようにこう上昇型 まあこうなって、ああなって、最後こうなろうみたいなキャリア設計ではなくて、本当にその時々でなりたい自分を素直に想像していただいて、それを言語化して、さらに行動につなげるということかなと思っています。なので、左はこう順番があるんですけど、えっと、右の方は順番はない、その時、その瞬間、なりたい、えー、自分を想像して、あのそれを叶えていくというあの形のキャリア設計になります。はい、で続きまして、 ここからは、えー、と具体的にじゃあ私がどうやってきたのかどういう人生を歩んできたのかというのをこう具体例を生々しく事例とともにお話しできればなと思います。はい、まず学生時代ですね、えー、とうちあの父親が団塊の世代のめちゃくちゃ熱血サラリーマンでして始発から終電まで働いてあの本当にくたくたになって土日はずっと寝てるしもうずっと疲れてるし、まあ、疲れているから機嫌が悪いみたいな。 父親をずっと小さい頃から見てきて、会社員って大変だと、もう自分にとてもできる気がしないし、特にぐーたらだったんで、あのー、もう朝,朝起きて、同じ時間に起きて、同じ電車に乗って、同じ場所に行くっていうのがもう我慢できない。まあ、当時、すごいあのコロナ前だったんで、もちろん満員電車もすごくて、駅員さんが押し込むみたいなそういうニュースとかを見て、とてもこんな生活したくないなと思ったので、家でできる仕事がいいなって思ったんですよ。で当時まあ子供の頃から 絵を描くことが好きだったので、なんか絵を描く仕事ってなんだろうなと、これを仕事にできたらい、絵だったら家で描けるし、いいんじゃないかなと思って、いろいろ調べたんですね。もう就職したくない、電車乗りたくないって一心でいろいろ考えて、あの幼い中に考えて、あの当時、イラストレーターと漫画家、この2つ思い浮かんだんですけど、イラストレーター、なり方がよく分からなかったんですよ。 どこに何を持ってったら誰なるのか分からなかったんですけど、漫画は雑誌を読んでたら、後ろにここに持ってきてくれれば、編集者が見るよみたいなあのページがあったんで、あのもう愚直にそこにですねあの送ったり、原稿を送ったり、電話して、ちょっと見てもらいたいんですけどって言って、編集部に持ち込んだり、まあ、行動をしたんですね。なので、えっと、高校生ぐらいの頃から編集部への持ち込みとか投稿を始めて、大学3年生の19歳で、めでた少女漫画家としてデビューしました。 もうひたすら就職したくないという強い思いから考えて行動した結果、まあ、なりたい自分い家で働くあの楽ちんな自分っていうのにな,なりましたとでこれがまず学生時代の最初のお話ですねで続いて新人漫画家になりましたもうこの時はもう漫画家だってなかなかなれるもんじゃないしすごい有頂天になっててもう 学生漫画家として知恵を増やされ、発連鎖が異例の大ヒットで、漁師に家を購入してめっちゃ感謝されるっていうところまで想像したんですけど、これ本当に欲望だけで、なんかこれなってどうするのかとか、これによって何を達成したいか特になく、本当になんか金持ちになりたいとか、宝くじ当たりたいぐらいの,あのイメージ像でしかなかったですね。なので、まあ、なれませんでした全。全く1ビリもかすりもせずあの、読み切りを何本か書いて引退しました。はい、妄想がちょっと過ぎましたね。 まあ要はまあ欲,望だけ欲望だけが渦巻いていて、何の行動もしないんですよ。売れっ子漫画家になりたいなーってご妄想してるだけで、何もしなかったっていうのがまあ敗因かなと思っています。続いて、その後ですね、漫画家辞めると生活まあ漫画家の時からですけど、生活費に困りますと。 なんか貯金があと5万みたいな状態まで追い詰められて働きたくなかったけどちょっと生,活費を生活費を稼ぐためにバイトをしなければいけない。で当時 IT 企業はこうどんどん没法してきてこう自由な感じとかそんなにまあ朝もゆったりで構わないみたいな会社が多かったので最初 IT 企業でバイトを始めたんですけどその時に出会ったこうチームの人たち先輩方がものすごいキラキラして輝いてたんですよ。 あのみんなで協力をしてあの一つの仕事成果をあの追求してあの朝から晩まで働いている父親は全然憧れなかったんですけどこの先輩たちは本当にキラキラした見えて憧れましたとでも今までこう一人きりで本当に自分のためだけに漫画をコツコツ描いていた生活から、まあ、そうじゃなくて人と一緒に働いて人に必要とされたいなとか人と人に貢献したいと思えるようになってきましたなので、えっと、この時先輩をお手本にしてなりたい 自分みたたいなのがすすごく明確ににクリアにイメージできたんできんよ本当にあの先輩みたいになりたい先輩のように一緒に働きたいもうバイトみたいな、まあ、その会社の中の端っこではなくてそのチームの一員としてジョインしたいというようなあの思惑が出てきてで就職活動を経て当時あの上場直前,直前か直後ぐらいのベクシー社にデザイナーとして入社することができました。 で本当にこの時代はあの当時スタートアップのサークルの延長みたいな社風だったんでもう組織の一員として当時私が夢見ていたような先輩たちのような働き方をすることができて本当に青春,青春そのものっていうようなあの生活をしていました。で続いてですね、まあ、あの組織の一員になれたのはいいんですけどあの当時のミクシィとデザイナーって割と下請けっぽいポジションだったんですね。確かにに組織の一員にはなれたが かやっぱ端っこ感が否めないところがあって、議論の中心にいつもいなくて、全部決まったもので、じゃ絵を作ってくださいみたいな、ウォーターフォール型の,あの開発をしたので、なんかちょっと物足りないというか、なんかこれ本当に私が作りたいデザインではないが、決まって、もう決まってしまったから作ってくださいみたいなこと言われて、ちょっと、あの、 そうじゃなくてこうしたいとか、提案してみるものの、もうやっぱり議論の中心にいなかったので、芯を食ってないですね。だから何言ってんだみたいな感じになっちゃって、結構仕事することも多かったですと。なので、このままじゃダメだなと。その仕事の中心地点とか、震源地いなければ、なんか自分の思ったものって作れないなっていうようなあの思いを抱えるようになって、結構当時、ギラギラしてたと思うんですよね、私。なので、その時にあの上司だった方が、ギラギラしてる私を見て、だったら自分でディレクションしてみればと。 いうことを言っていただいて、あそうかなるほどと、もうそういう役職になってしまえば、あの中心にいけるなっていうのを気づいたんですね。この時は上司の助けでなりたい姿っていうのがこう言語化されて、ディレクター職にあのミクシュの中で転,職あの転校することになりました。で、その後にえっとにリクルートに転職して、えっと、その時スクラム同時の一大ムーブメントがあったので、まあ、その流れに乗ってうまいこと、PO になる。で、この時はあはディレクター職に職を変えるっていうことと、転職するっていう2つの。 きっかけとな,ってなりたい自分というのに近づいたのかなと思ってます。はい、で最後ですね、今、まあ、スクラム楽しくやらせていただいて、PO にあって、まあ、10年ぐらいもやってるんですけど、まあ、楽しいんですよ、すごくスクラムチーム作って、本当に和気あいあいと開発をして。 あの自分を作りたいものを作っていくんですけどやっぱスクラムがいくらうまくなっても楽しくてもビジネスが成功するわけじゃないって多分スクラムやってる方は一度はあのその壁にぶち当たったことがあるんじゃないかなと思うんですけどなかなかやっぱビジネスがうまくいかずにこういいチームいいプロダクトをこう半年1年かけてせっかく作ってもどんどん取り潰しになるこれもビジネスとして成り立たないよねとか将来性ないよねって言われてあっさりなくなっちゃう。その度に泥酔して 号泣みたいなことを繰り返し、もういいか減ちょっと疲れてきたなと。だからこのまま同じことを続けていてもダメだなって、このと気づいて、まあ、いいチームでいいプロダクトをこう永続的に作っていくためには、やっぱりスクラムだけやっていてもダメで、こう事業として成果を上げなければいけないんだなと気づきました。なので、これまだねあの、なりたいと思ってるだけで、慣れてはいないなですせやっぱ事業で成果を上げるのはすごく難しいです。でしかもあの、やっぱりプロダクト上がりの,そのデザイナー から執事の人間なので、事業がどういうハウで成功するのかっていう知見がないので、まあ、なりたい。自分はあるんだけど、じゃあそのためにどういう行動をすればいいのか？っていう解像度がまだまだ低いなと思ってます。なので、まだ道半ばではあるんです。けれど、今取り組んでいることとしては、スクラブチームだけをいいチームにしていてもダメで。 もうちょっとこう事業企画とか営業、マーケ、PR みたいな形でこういいチームの範囲をどんどん広げていくことによって、どんどんあの事業の成功に近づいていくんじゃないかなと思って、日々邁進中でございます。はい、では、えー、と私の反省は以上でして、ここからまとめに入っていきたいと思います。はいまあ、一覧にまとめただけなんですけれども、あの就職したくないという強い思いから、持ち込みという行動をして、漫画家になりました。 漫画家として売れたいと思ったんですけど、まあ、思っただけで何もしなかったんで、あの売れなかったですと。で次にあの先輩みたいなチームで働きたいなっていう思いから就職活動をして、シ親に入社して青春しました。でその次にプロダクトの中心人物になりたい、デザインしてるだけじゃなくて、中の何を提供するのかってところを決めるところに携わりたいと思って、ジョブチェンジをして PO になりました。でえー、と最後にいいチームを作り続けたいなと、今思って奮闘中ではございますが、 あのま,だ俺まだまだ俺たちの戦いはこれからだという形で、あのまだまだこれからあのチャレンジすることがたくさんあるというような、のでやっぱりやなりたい姿をこう言語化して、あの左のように言語化して、で行動する、真ん中の丸いところですね、行動する、それが伴った時にあに、自分のなりたい自分っていうのが達成されるんじゃないかなと考えています。 で次にこうなりたい自分でじゃあどう見つけるのかっていうところをあの私がどうやって見つけてきたかってヒントを少しだけお話ししたいんですけれどもまあ1つ目は誰かのいいところを真似しちゃうパクっちゃうこれあのバイトしてた時に先輩たちがすごく羨ましいなこういう風になりたいな素敵だなって思った時があのことがこれの原点になってるんですけどまあいつも笑ってて素敵だなとかみんなに頼られてて羨ましいなとか テキパキパ働いててかっこいいとか、これ実際に私が昔思ってたことですね。なので、まあ、子供がいて出世してバリキャリでみたいな、そのロールモデルみたいな大層なものでなくていいと思ってて、本当にいつも笑ってて素敵だなと、この人がいると華やぐなみたいな、まあ、そういった一側面みたいなものだけをあの目指していってもいいんじゃないかなと思ってます。でこういう時になに、か素敵な人がいるとつ,ついつい羨ましいなとか、妬ましいなとか、まあ、自分には到底無理だとかみたいな感情は持ちがちなんですけど、 まあそれは一旦捨てていただいて、本当に素直な心であの素敵だなって思う感情を大事にしてほしいなと思います、はいで。2つ目のヒントです。誰かにかけてもらった言葉で、嬉しかった言葉って、誰しもあるんじゃないかなと思っていて、の嬉しかったイコールそれは自分がなりたい自分に近いものなんじゃないかなと思っていますで。これも私が実際言われたことなんですけど、度胸があるとか。 はっきり物を言うところがいいとか、口が悪いけど愛があるよねみたいなことを言われてきて、確かにそうだよなと。で、人に言われて初めて自分がそういう特性を持っているんだなって気づくことも多かったですし、最初ちょっと弱みだと思ったんですよね。はっきり物を言いすぎるとか、口が悪いって、まあ悪口でもあるので、あの、なんかよ,よくないところ、弱みなんだろうなと思ってたんですけど、やっぱ口が悪いけど愛があるよねって言われると、なんか急にいいもの。の。ように見えるし。あのそういう自分嫌いじゃないなって気づくことがあったので。 まあ口が悪いけど愛情を持つみたいなところを自分の強みとして自分のそ好きな側面をこう広げて伸ばしてそれがあたがも元から自分であったように振る舞うみたいなことがありました。はい、なので2つ目は誰かにかけてもらった言葉をヒントに自分のなりたい自分を見つけていくというヒントでした。はいでまあ、なりたい自分を見つけたらこう想像上のなりたい自分だったらどういう行動をするかなとかこんなことは言ったりやったりしないんじゃないかなとか まあそんな風に考えて行動していると、いつの間にかなりたい自分に近づいているんじゃないかなと思います。私も口が悪いんで、ただただ悪口を言っている時もあるんですけど、まあ、そうじゃなくて、そうだ、私のなりたい自分って愛がある悪口だったと思って、そこで愛があるのかとか、愛を表現するために、まあ、悪口プラスアルファちょっと愛情表現を加えてみたりとか、そんな風に行動して普段生活をしています。はい。では、おさらい、最後のシートです。 えとアジャイルのキャリア設計とは、上昇型のキャリア設計じゃなくて、その時々になりたい自分を素直に想像して言語化をする。そして、なりたい自分をイメージして行動をするということでございます。はい、皆さんあの、すごく簡単にできるので、早速なりたい自分をイメージしてみてください。ありがとうございました。はい、じゃあそろそろ次のトラックの時間がやってまいりましたので、あっという間だったかもしれませんが。 りのいいところで、えー、お礼を言い合って出会いに感謝して次のトラックに行っていただきたいと思うんですけれども向こうのマイク入ってるよね<多分> <laughs> 4時からのトラックは<れ>いくつかまたスロット空いてますのでご参加していただいてもよし新しいアジェンダを出していただいても結構ですえっとその LINE にいてミクシ i にいて

じゃあ、えーと、ここで終わりにさせていただいて、あのアイシャ緑の衣装に包まれた愛車精神たっぷりの <laughs> <laughs> セッション、ありがとうございました。じゃあ、あとはあのちょっと捕まえていただいて、ご質問していって、個別に質問していただくということで、ここまでセッション終わらせていただきたいと思います。ありがとうございましたありがとうございました。